怪しげなイベントに行ったとはいえ、まさか二十歳になって制服を着ることになるなんて。酔っ払い。名前久世日和。警察から学校へ連絡されたらどうすべきだったんですか。水持ってきます。この時実は大学生ですなんて言えず、でももう会うことはない、そう思っていた。名前